男子 110m ハードル準決勝の第2組出場者をご紹介します。第2レーン小林辰樹くん七戸。第3レーン伊藤和弘くん山形第3。第4レーン森田加納くん玉出。第5レーン寺町達也くん瀬戸。第6レーン長谷川仁平くん中野郷。第7レーン松浦光明くん土浦第2。第8レーン堀本薫くん大阪篠宮。第9レーン小谷新くん伊勢宮川。以上8名で準決勝第2組です。準決勝2組スタート。さあ3レーンは伊藤君、5レーンは寺町君、9レーンは小谷君。リプレイをどうぞ。結果です。準決勝の第2組、1着は伊藤君山形第3、15秒16。2着森田君玉で15秒23。3着長谷川君中野号15秒38。